どうも、こんばんは。本日は12月27日。ということで、タバコ臭。はい。タバコ臭。何？ちょっと待ってる間、ちょっとすいません。今の、この、長いロングブレスで。あ、言霊みたいな、ね。すごい、こう。びっくりした。ちょっともう何言うのか忘れるぐらいの。今日何の日でしたっけ？本日はスギーカのね、まあ、抽選ということで。まあ、冗談は。イエローオークですか、あれとコービーフォーね、いやもう年末最後のね、発売じゃないですか、これどでかいね。今日またね、キスがえらい並びで、キスサンバだね。キスサンバ、そう、あ、サンバ9時まで並ぶ、7時半から9時まで並んだ人が抽選できるね。さすがキスと行きましょうか。これはい、5、4、3、2、はい、30秒前ぐらい9時過ぎてて、今日ね、10分抽選なんで余裕があるというか。コービーのこのユニフォーム、これ抽選、これめっちゃ少ないんだよ、毎回。前回なんかめちゃくちゃ早かったよね。トトラ今回あるの？ない。あ、ないの。はい、OK。ということで T シャツもね、私一応応募しました。あ、T シャツも一応ね。なるほどね。まあ、これスニーカーズ9時からですけど、まあ店舗抽選が10時半からになっておりまして、アトモス、東京23が10時半、アンディ渋谷が10時半。これ今日は、今日はアンディ行ってきます。うわ、ブラックマンバなんですけど、今ブラックスネークで。ああ、やっぱかっこいいね。やっぱね、似てるね、まあ、色味な。だから今回東京23とかアトモスのこっちの関東組の方は、タクシーとルーキーオブザイヤーと、あとコレンカの3種類。まあ、どうすんの？これはアンディの渋谷行くけど。いやー、どうしよう。だから前回あの11の時、渋谷のゼロだったじゃないですか。はいはいはい、私だけ、はいはい、まあ近いし。でちょっとニトリでハンガーも買いたいから。あ、そうなんだ。渋谷もありかなっていう。なるほどね。それかまあ GK さんでちょっとお世話になったあのブルー、あー、ちょっとあの挨拶があったか、めちゃめちゃ最近だ。そう、行ったんで、ブルー最近抽選行ってないんで、ブルーもありかなっていう。まあ、ティーニーさんは結構人来るんじゃないかと思うんだよね。まあでも足数が一番多いのは間違いないだろうからね。ドーバーとかあったんじゃね、電話して聞いてないけど。あー、ドーバーもありそうだね。あったような気はする、多分。だから今回から多分千駄ヶ谷が抽選がもうねできないというか、抽選が入ってなかった。あの千駄ヶ谷が今改装工事、そうだ、改装工事、してるんで。そうそうそう。いや、イエローオークルってほらね、昔なんかほら4種類出てたじゃん、なんか赤とか、はいはいはい、なんかなんとかムーとかね、日本見やすまいのやつ、だからあの辺のやっぱイエローオークルっていう、そのちょっと若干憧れのね、あの呼びだというか、これはちょっとね、ぜひね、ゲットしておきたいですよね、年末やっぱね。え、最近当たってねえからな。最近ね、今月ちょっと調子悪いですね。パチンコも調子悪いんですけど。パチンコにだったら別にね、今月に限らずだから。この前あの3位式をね、あの4回引いたんですけど、あのラッシュそのうち2回入って、そのうちどっちとも2連だからね。冷めるそれであの600円負けっていうか、大パン。あ、600円かよ。600円1パチですよ。はい、ということでね、さあ10分経ちまして、10分経ちましたけど、まあ、こっから結果がね、まあ来るかなと思いますが、コービーは早いでしょ。かっこよすぎるもんね、これね。これはかっこいいね。このちょっとスネからも張りっす、地味に。やっぱね、マッカーとね、昨日喋ってたんだけど、マッカーもね、フォーが一番履きやすいらしいよ。あ、履きやすいんだ。あ、バスケット選手にとっても。まあ、いろんなの履いてるけど、マッカーはフォーがいい。お、あ、来た。さあ、来ました。コービー落選。うわぁ、まあ、これは、あ、同じく落選。ユニフォーム落選と。はい。当たんねえの腹立つよ。あー、 T シャツもダメでしょ。 T シャツもダメ。堀内教授選手みたいな気持ちつきたいな。あ、落選しました。ユニフォーム、イエローオークルも落選ということで、うわ、もう全終わりじゃん。まあ俺はジョーダン1はまだなんでね。まあだから俺はジョーダン1ここで取れなかったらもう多分ダメ、終わりか。うん。いやでも俺が変な番号引いて、27か 27.5 しかなかったら、もう新たな取れる。まあでもコービー買うつもりで切るから。あ、落選しました。コービーどんだけ来るかだな、マジで。いや、コービーどんだけ来るかはマジでちょっと見物。30人ぐらいだったら嬉しいね。まあでも意外にね、やっぱ持ってる人はいるわ。いやでも前回の並んでる時もコービー履いてる人いました。そう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 、うん、前回よりは絶対ないけど、なかなかきついね、どれこですけど、ちょっと頑張って。まあちょっと行ってまいります。はい、スニアカ男子、現在9時54分、まだキスは抽選やってますね。寒い。え、結局どうすんの、どこ行くの。
ブルーかな。あ、ブルー行くの。いやもう今度と後で合流すると考えると遠いんだよな、話が。渋谷も近いっていうか。まあ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 。でも渋谷はちょっと一山越えるからな。でもニトリってハンガー欲しいから。うん、ニトリは別にいいだろ。ニトリ行きたいからな。今日じゃなくたっていいんだから。さあ、アンディはね、もう4人、5人ぐらい ?5 人ぐらいかな。前回とは全然違いました。うん。いますね。結構来そう。え、違う違う違う。もっといる、もっといる。あ、いるいる。もっといるわ。いるいる。あ、気合入ってるわ。あー、いますわ。20人ぐらいいますね。まあ、じゃあここで一旦ばらけますか。はい。そうしましょう。はい。じゃあ、ちょうど。アルゲツさん、アルゲツさん。頑張ってね。行ってきますんで。はい。スニアカ男子。西村さん。おお、お疲れっす。気合い十分じゃないですか。ちょっとまた一番頼ますよ。さあ、あと5分ぐらいでね、締め切りですけども、今、スタッフさんがドレコチェック来てますね。ドレスコードあるんで、はい、ドレスコードあるんで、並ばない。待て。大丈夫です。全然になります。最終ね、どんぐらいだろう。100いねえか。でも70ぐらいいるかもしれない。なかなか激戦な感じはしますね。無理じゃん。スリアカ男子。はい、私ハルジですけども、今ドフラー前を通ったら、ゲリラ狙いの方が3人ほどいらっしゃいまして、キスは。なんか人形のね、あのフィギュアのお店ぐらいまで伸びてて、なかなか原宿ね、今日大盛況でございますけども、はい、めっちゃしくていきたいと思います。さあ、立教頂上来ましたけど、あら、今んとこ全然、あれ、いないですね。25分前にはなるんですけど、全然いないです。ただいま、10時15分ですけど、ビリーズの前、すごいですね。この上に、台座の上にナイキの箱がいっぱい積み上げております。さあ、ティーニューさんは、こんな雰囲気。やっぱね、ギリギリに来る人は多いと思うんですけど、どうしましょう。ちょっと悩みますね。ちょっとおにぎり食べながら考えたいと思います。そんな雰囲気なんで、まず1本、タバコ吸っていきたいと思います。一応ね、ブルー前やってきたんですけど、今10時25分ですけども、ちょっとですね、結構増えましたね。20人ぐらい増えましたんで、ちょっとやっぱりティーニーさんの方が仕掛けが多いと睨んで、ティーニーさんでね、勝負したいなと思います。はい、サイド、ティーニーさん来ました。まあこの若いのはね、いるんですけど、まあまあ、30人ぐらいですかね。とりあえず24発で虹のアルバスで意外といけるかもしれないですね。5倍内容引き当てます。始まったか。いきなり当選出てる。羨ましい。28でも当たってる。28でも当たってると結構熱いんじゃない。25でも当たりかいいな。70人だ。本当だな。22。ちょっと待って。うわー、一桁欲しかったんですね。ちょっとマイサイブリっぽいっすね。なんと全員あたりの並び替えの方です。これは来ましたね。一桁出ますか。4、一桁、目の前一桁。はい、お願いします。16。16なんで厳しいでしょうね。これは過保は出てまっているので、よろしくお願いします。振り上げし、はい、ということで決まりました。はい、ごちそうさまでした。まだ何も食べてない。はい、ごちそうさまです。ある意味ごちそうさまですね。え、結局さ、俺結果知らないんだけど。あ、私の、うん、知らないでしょ、うん、で結果はこちらでございます。
え、どうなってんのいや、俺わかんないから。あ、マジか。一応、ブルーとティーさんを見比べて、うん、どっちが当たりやすいかとね。はいはいはい。いろいろ見比べてですね、で、ちょっと喫煙所で、視聴者の方があって、はい、で、その方も29だと。ということで、じゃあ分かれますかと。ということで、じゃんけんして、で、負けたんで、ティーさんに行ったっていう。一緒行けよ。一緒に行きましょうよって言ったら、あ、毎歳だからちょっと29はね。あ、もうマジで欲しいから。マジで欲しいから。そうそうそう。じゃあ一回分かりましょうかと。で、私は、ティーンさん行って、ティーンさんが25人ですかね。私。あ、そんなもん。もうほぼケツですけど。ケツから2番目で。引いて、16番目。はいはい。え、全員当選？一応全員当選。並べ替え。並べ替えということで。ということで、かなり厳しい。そうだね。結果最狙うんだよね。結果、ベベス。毎歳ゲットでございます。ここかっちょやな。かっちょいね。本当にイエローオークルっていう感じの。バナナっぽい雰囲気。初めて見ましたね。初めて見た。ほら。ああ。ほら。でも、ちょっとルーキーっぽい雰囲気もやっぱり。ルーキーっぽいな、マジで。そう。若干やっぱ黄色みが抑えられてるから、ね、なんかウィート味もあるしかね。そうね、オード色っぽい雰囲気ですかね。オード色だね。うん、なんとなくクレヨンとかに入ってるオード色っぽい。そうそうそう、結構なんか大人の一足というか。確かに、うん、いいカラーバランスですね。はい、ブルーも寄ったんですよね、うん、一応。そしたら一般で29、30当たった。すごい時代になってきたな。自分がいた時はもう完売ブルーはね、っていう感じでございました。素晴らしい。ありがとうございます。どうでした？結局ね、70人も来ました。いや多分ね、80何人とかいたのよ、うん、でもドレコ履いてない人がいっぱいいて、うん、あ、始まった。そう、あ、おばあちゃん70人、はい、当たりは30人。あれ暑いよ。前回じゃ10とか12だったから。そうそうそう、暑っ。でもアパレルとかもあるからかなとも思ったんだけど、はい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 、結果、うん、22番って T シャツとかね、そのいや俺はあれば T シャツなんだろうなって正直、ああ、うん、思ってましたけど、ああ買いました。買いちゃいました。めっちゃギリ、めっちゃギリだった。ここ多分ね 7.5 はなかったっす。27で試着させてもらって、まあ、27は大丈夫だった。やっぱちっちゃいっすね。そう、きついっすね。アパレルはもうもちろんのことやっぱなしで。で、多分ね、25の人で 25.5 が最後っつってたんで。おぉ。25ストップっすね。うわ、よかった。いやー、おめでとうございます。ラッキー。今年2023、最後の。締めれたー。並び。あー、ドキドキした。いやー、嬉しい。勝ちましたね。よっしゃ。開いてんだよね。いや、これね、めちゃめちゃ興奮しました。今月一番増えたんじゃない？これ。これ今月一番増えたんじゃない？私動画でカットしましたけど。これね、カットすんの。これね、今月一番欲しかったんですよ。いやー、すごいね。わ、かっこいい。です。かっこいい。え？めっちゃいい。うわ、めっちゃかっこいい。これめっちゃかっこいいのよ。うわ、これ欲しいかも。めちゃくちゃかっこいい、これは。もう数字がこう、ひび割れたね。俺の足の裏みたいな、かかとみたいな感じですけど。引いちゃうだろ。ソールもちゃんとこうやっぱね、グリップ効きそうな雰囲気だし。いや、これちょっと楽しみだね、マジで。これカーボンだったな、この足裏。これあ、そうだ、めっちゃかっこいいね、これ。俺めちゃくちゃ振るだけでこんなにグラデーションできます、ね、よかったな。だって早くこれでバスケやりてえよ、年末最後にね。テンション上がるぞ、これ。これはいいね。だから多分抽選のこう並びいくのは今日最後だ。まあそうですよね、実質的ね、うん、ちゃんとしっかり締めれた。確かにね。速やか男子。はい、ということで、スニーカーズ公演確率調査やってきてると思います。はい、本日のインスタグラムオンラインサロンのアンケートをもとに、スニーカーズの、ね、公演確率割り出してと思います。はい、ということで、まずこちら、ジョーダンイエローオークに、こちらのオンラインサロンの撮影予定人数が116人。はい、あー、まあまあまあ人間だ。まあまあまあ、ジョーダンワードで、まあまあ。そして購入が、14。あー、あれ、意外とですね。14なんか少なかったんだな。少ないね、意外と。スニーカーズは。これが、だから12%。12。そう、冗談にしたら結構冗談なんだよ。いつも大体20%、30%ぐらいね。スニーカーズは買いに行くってことだ。諦めずに、もししたら行けば、まあ、一般あったかもねっていうか。ちなみに、キスも、一般販売あったんです。はい。はい、そしてこちら、神戸のね、フォープロットロブラックママ。こちらのオンラインサンド撮影予定人数が102。おぉ、こっちよりちょっと近いんじゃない？意外にね。意外に。まあまあまあ、場所だから。そして購入が。1! もう 1% だからね。少なすぎるって。毎回少なすぎ。コービーのやっぱスニーカーとか、場所は少ないなぁ。国内選手もねえだろ。
ないんじゃない？ないと思う。だからめちゃくちゃレアだよこれ。国内生息ない場所ですきっと。だからレアだよこれ。これは嬉しいわ。よかったね。ちなみに前回リバースグリーン車1枚着てたイチローさんは9番。いや持ってるね。しかもユニフォームもあのシャツも全部変えてます。あ、変えてるわ。マジすごいわ。マジ気合うね。すごい。ということで。いやよかった。年末締めたじゃん、これで。完璧な締め。ね、もうこれ以上ないと思います、それ。2人とも欲しいの書いて。はい、ということで、ね、本日は、私たちね、年内最後の抽選となりますけども、見事お二人ダブルゴッテムということでね、まさに、神のいかつしということでね、それまで皆さん、バイバイチューブで、どうもしよう。また来年、よろしくお願いします。また、抽選で会いましょう。マシックガギャザリングで神の怒りって知ってる？いや、俺神怒りし4マナぐらいで行く、はい、4マナ、懐かしい、マナね、マナしました、さよなら、終わります、また来年、今年もありがとうございました、はい、引き続きよろしくお願いします、ありがとうございました、3、2、1吉祥寺で堀米ダンクにストックしたっぽいんで、急がないですよ、まあね、落ち着きを取りました。2023年も現場ナンバーワンで、動画を見てくださる皆さんに、もう1年のちょっとまあ感謝込めてじゃないですけど、プレゼントしますか。